ドイツコンタクト。ドイツは2種類のスタイルのコンタクトを提供しています。S&F およびソリッド、どちらのコンタクトも圧着端子を使用するためハンダ付けの必要がありません。すべてのドイツコンタクトには高いコンタクト保持力を生むショルダーがついており、保持用詰めが不要。ドイツ製ソケットは入り口部の周囲にソケット接触手を保護するステンレス製のスリーブが装着されています。卓越した耐久性、性能、耐食性、耐酸化性を提供します。コンタクトは同合金製でオプションの上質なニッケル、鈴、金メッキ仕上げによります。ドイツソリッドコンタクトは少量生産工程、フィールドサービス、高頻度の環合サイクルが発生する環境で使用するよう設計されています。 S&F コンタクトは電子回路の信頼性を損なうことなく、電線接続のための製造コストを抑えることが優先される大量生産工程用に設計されました。 S&F コンタクトはリール上でのご提供、10から22の電線に対応します。幅広い電線の被覆に対応した3つのサイズをご用意しています。被覆除去、標準的なワイヤストリッパーをご利用いただけます。お使いの電線に適したコンタクトをお選びください。電線はお使いのコンタクトに適した長さの被覆を取り除いてください。すべての仕様については図面を参照してください。電線が切断したり曲がったりしないように被覆を取り除いてください。被覆がきれいに取り除かれているか目視で確認してください。電線が切断していたり曲がっていたりする場合は電線の端を切り、もう一度開始してください。手動工具を使用したソリッドコンタクトのかしめ、このデモでは HDT-4800 手動圧着工具を使用します。この工具はサイズ12、16および20のソリッドコンタクトの圧着に適しています。サイズ4および8のソリッドコンタクトの圧着には HDT-0408 手動圧着工具が必要です。詳細についてはドイツカタログをご覧ください。電線の被覆除去を開始する。圧着工具でセレクタノブを持ち上げながら回して矢印をカシメル電線のサイズに合わせる。ロックナットを緩めて調節ネジを内側に止まるまで回す。カシメバレルを上げてコンタクトを開口部に挿入する。コンタクトの後端部が圧死の終焉部と同一面になるまで調節ネジを反時計方向に回す。カシメバレルが上がっていない場合はコンタクトの端が見えません。コンタクトはインジケーターの中央に配置する。ロックナットを締める。きつく締めすぎないこと。被覆を取り除いた電線をコンタクトに挿入する。ハンドルが戻るまで握る。ハンドルはカシメが完全に完了しないと開きません。ハンドルを緩めて圧着されたコンタクトを取り出す。このビデオセグメントのソリッドコンタクトのカシメの項を参照し、カシメを点検してください。中、コンタクトの種類、サイズごとに工具を再調整する必要があります。手動工具を使用した S&F コンタクトのかしめ。このデモでは DTT-16-00 手動圧着工具を使用します。この工具の適用電線範囲は14から16番で、16番サイズの S&F コンタクトの接続が可能です。電線の被覆除去を開始する。手動工具を全開位置まで開きます。コンタクトを正しいダイスネストに入れます。コンタクトが適切な位置に保持されるまで手動工具を少しだけ動かします。被覆を取り除いた電線をコンタクトに挿入する。ラチェットが解除されるまでハンドルを握ります。ラチェットはカチッと大きな音がしてカシメが完全に完了しないと解除されません。このビデオセグメントの S&F コンタクトのカシメの項を参照し、カシメを点検してください。クイックコネクトコンタクトのカシメ。このデモでは AF8-TH163 手動圧着工具を使用します。この工具はサイズ16および20のクイックコネクトコンタクトの圧着に適しています。サイズ22のクイックコネクトコンタクトの圧着には MH860 手動圧着工具および86-5圧着工具固定装置が必要です。詳細についてはドイツカタログをご覧ください。電線の被覆除去を開始する。圧着工具で電線セレクタノブを持ち上げながら回して矢印をカシメル電線のサイズに合わせる。コンタクトサイズセレクタをリリースし、線がカシメルコンタクトサイズを示すまで回す。コンタクトサイズセレクタをラッチの位置にロックされるまで押し下げる。
カシメバレルを上げてコンタクトを開口部に挿入する。皮膚を取り除いた電線をコンタクトに挿入する。ハンドルが戻るまで握る。ハンドルはカシメが完全に完了しないと開きません。ハンドルを緩めて圧着されたコンタクトを取り出す。このビデオセグメントのソリッドコンタクトのカシメの項を参照し、カシメを点検してください。注、コンタクトの種類、サイズごとに工具を再調整する必要があります。ソリッドコンタクトのカシメの点検。ソリッドコンタクトの場合、カシメの状態が正しいかどうかを目視で確認できます。剥き出しになった導線がコンタクトの観察口より奥まで達し、さらにコンタクトと電線の被覆の間に 0.8 から 2.4 ミリメートルの間隔ができるように被覆を取り除く必要があります。量産時はカシメ部引っ張り強さを定期的に点検する必要があります。すべての仕様については図面を参照してください。ソリッドコンタクトの悪いカシメ状態には以下が含まれます。導線がコンタクトのカシメバレルの観察口の中に見えない。電線の被覆を剥いでいない。電線がはみ出している。またはカシメバレルの外側で曲がっている。電線が圧着部に入っていてもカシメの状態が悪くなります。電線の切断や曲がりを含め導線が破損している。コンタクトが電線にしっかりと固定されていない。 S&F コンタクトのカシメの点検。 S&F コンタクトの場合、カシメ高さとカシメ幅を測定することによりカシメの状態が正しいかどうかを確認できます。すべての仕様については図面を参照してください。S&F コンタクトの悪いカシメ状態には以下が含まれます。導線がカシメ部の両側に見えない。電線の被覆を剥いでいない。電線がはみ出している。またはカシメバレルの外側で曲がっている。電線が圧着部に入っていてもカシメの状態が悪くなります。電線の切断や曲がりを含め導線が破損している。絶縁ウィングが被覆の周りにきつく巻かれていない場合、コンタクトの挿入と取り出しの際に問題を引き起こす可能性があります。